田中泯は1970年代からハイパーダンスと呼ぶ想像を絶するような夢の島のような場所でも踊りを始めた。それこそ、海岸でも踊ったし森でも踊ったし、ありとあらゆるところで踊りました。そういう意味では要するに踊りが存在できる場所であれば踊れるわけですよね。そういうところは全部やりましたね。田中はこの日知人の十三回忌に富士山麓にやってきた。個人の親戚たちの前で追悼の踊りを披露するという。今日はこの大自然がステージだ。準備も自ら進める。うちで作った酒ですね。これ上流し？違います。桑積みか。すごいね、贅沢だねこれ。田中が今探求している場踊りが始まる。富士山が雲に隠れた。どんな場所ももうその瞬間最も大事な場所なわけです。だから平たく言えば手抜きができないんですよね。あれ手抜きをしては場踊りにはならないということでしょうか、タイミングよく富士山が雄姿を見せた。踊りが始まる。歩くこと、止まっていること、ただそこにいることも彼の踊りの一つである。田中が言う場踊りの面白さ。何が起こるかわからない。自然も彼の踊りを後押ししているのか。速い動きよりも遅い動きの方が難しいと田中は言う。鳥のさえずりを効果音に田中はこの日個人に場踊りを捧げた。お金と踊りは本当は関係ないもんでしたと、最初はねと言いたいですけどね。お金が踊りを踊らしてるなんてそんなバカな。踊りは心がまず踊ったから踊ったわけだと思いますけど。大概偶然なんですよ、起きてることは。ほとんど偶然なんだけど、起きてほしい偶然っていうのが起きてくれるからいいですよね。体からしか始まらないことですからね、ダンスっていうのは。その体に今度は体だけではダメだというようなものもまたダンスとしてある、その両方が揃ってダンスなんですよね。それこそ修行って呼んでいいんじゃないかと思うんですけどね。レッスンすれば済むということも ないんじゃないですかね。だから伝統の世界 あの毎日毎日同じことをやらせる、もう飽きもせず同じことをやらせる、やる方は飽きもせず同じことをやる。でもここに秘密はあると思うんです。同じことじゃ実はないんですね、おそらく、ここでの稽古は技術よりも踊りの本質について学ぶことだ。田中泯が敬愛する亡き土方辰巳。土方は日本の前衛舞踏の先駆者として今も大きな影響を与えている。この日は彼が生きていれば81歳の誕生日。仲間はあえて誕生日会として祝う。田中は土方に弟子入りこそしなかったが、踊りの演出振り付けを頼んでいた。踊りと呼んでいるものがその手足を動かしてね、客の前でやることだけではないんだということ
郷明がに感じさせてくれる人でしたから彼が生きてる時代に生まれてよかったっていうのはやっぱりありますね。いなかったらどうだったんだろうっていう、そのくらい大きいですね、うん、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。僕が強く惹かれたその踊りが、まあ、舞踏だっただけの話であって、その強く惹かれた動機というのは何だかわからないというものだったんです、うん、生前の土方辰巳の思い出をさまざまな人が語る。彼が残した足跡は大きい。踊りだけにとどまらない。彼が他界してほぼ四半世紀、田中の中には今もなお土方が生き続けている。田中